どうも、たまです。今日も一日、お疲れ様です。そして、どうも、みつくんでーす。ピンクの部屋 VS、ピンクの部屋ー、イエーイ。いや、なんか、むつくん、久しぶりだね。ねえ、なんか、すごい間、たまちゃんに会ってなかった気がするけど、たまちゃん元気してた？うん、元気だった。ごめんね、なんかちょっとご無沙汰で。ねえ、なんか、ほんとにたまちゃんに会えなくて、寂しいような、嬉しいような、寂しいような。うん。いや、私もちょっと久しぶりにこのね、憎たらしい顔が見たくなって。おいおいおい、こんな可愛い顔してるのに。うそうそ。ということで、まあ、久しぶりのおむつくんとの企画なんですけども、今回やっていくことはですね、おうち作り対決でーす。やったー。ということでね、これから、それぞれ、自分のね、お家を作って、しっかり内装までね、仕上げていただきます。うわ、ゼロから全部作るんか。そこで、今回ちゃんとテーマがありまして、うん。それが、自分のイメージカラーのお家を作るです。イメージカラー？だから私がピンクで、僕が水色。それで、これから建築、お部屋のレイアウト含めて制限時間、1時間で作業をします。マジで？ 1 時間しかないの？そう。その中で、どっちがいいお家を作れたか、対決していきたいと思います。ちなみにたまちゃんさ、どっちがいいお部屋ってどうやって決めるの？これはまあ、視聴者様にね、コメントで書いていただこうかなって思っておりますね。あー、なるほど。あ、よかったよかった。それやったら安心だね。久しぶりのおむつくんの登場、嬉しいと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ということで、早速、レッツゴー！では、おむつくん、準備はよろしいでしょうか？ゆっくり。では、いきますよ。おうち作り対決、レッツゴー！さあ、ブロック、何を使うか考えるのもね、含まれてるから、この制限時間に。どうしよっかな、ほんと。何からしよっかな。とりあえず草から、草。草、そっから始まるんだ。まあ、今回ね、色してあるから、まあ、白とかでもいいんだけど、組み合わせてもいいんだけど、うん。メインはね、ピンクとか水色を使ってね。めっちゃおしゃれなお部屋にしちゃうもんね、だ。え、私、おむつくんの建築見るの初めてかもしれない。僕もやったことないからさ、これぶち、あ、待って、なんか宙に浮いてるやだ、もう。それハーフブロックだからだよ。ね、終わった終わった終わった。ね、早く。え、塗りすぎるんだけど、ほんとに。おむつくん、初建築？そうかもしれない。マジか。でも私もマジで建築、いつぶりだろう。もう、数年やってない気がするな。全然やってないじゃん。もうずっとサバイバル、冒険ばかしだからな。うん、こうしよっかな。なんか企んでる声する。キラキラなんだけど、やば、最高。ちら。うわぁ、ずるそっか、おむつくん、それ使えるのか。そうだよ。うわぁ、おむつくん、水色だけど、そのアイテム使えるんで。あと、ちょっとで、もう10分経つよ。ねえ、やばい。おむつくん、これ、本当に。何これ。ねえ、見ないで。メンタマ、寝不足のメンタマ。やめて、見ないでね。そういう楽しみにしとくんじゃん、お互い。わかる？そうだね、ごめんごめんごめん。お互い楽しみにするんだよ。待って、やばい、これ、センス。すいません。落とし物に僕のセンス届いてませんでしたか？届いてないです。あ、かわいい、天才。ここに天才います。わー、やだ、マジでね。自分天才とか言ってるやつが一番おさんくさいんだよね、ほんとに。いや、絶対認めさせる。うまってなるから、たまえちゃん。うまおー、悪くないんじゃない？いい感じ、いい感じ。うん。あ、おむつくん巻き返してきた？オッケーオッケー。じゃあ、私も2階建てちゃおっかなー。余裕かなー。わー、マジで。残り27分半。はい、27分半。まあ、とりあえず雨風はしのげます、おむつ。よし。いいじゃん、いいじゃん。おーし！勝てる。ちゃんと、ビジョンが浮かんできた。ちょっと、プライバシー保護したいから、ちょっと。あ、待って、これ、待ってね、関節のせいでブロック置けない。マジで無理、ほんとに。不思議だよ、赤ちゃん。ねえ、無理すぎる。もう、マジで無理。ほんとに。頑張れ、頑張れ。あ、たまちゃんの。え、かわいい。それ、たまちゃんのお家後で、バカしよう。
は嫌なんだけど、こんな近所。近所の赤ちゃん、物騒すぎる。あ、いいじゃん。うわかわいすぎ。うわー、勝ったー、もうこの時点で。ねえ、たまちゃんマジ合わないで、今超集中してるから。ごめん。勝ち申して。勝ち申してない。勝ち申して。なんか悪くない気がしてきた。なんか悪くない気がしてきた。うん。急になんか、けんちゃなけんちゃな。もうなんか、けんちゃなだと思えば全てはけんちゃな。けんちゃなおむつくん？やばい、このままだと結局、豆腐建築なんだが、はず。だいぶはずい。たまちゃんが豆腐建築はマジで恥ずかしいよ、ほんとに、うん。それはそう、正直。え、1時間ってこんなあっという間なんだね。あー、待って待って待って。あ、ちょっと待って。大丈夫、まだ待って。もっとこれ、つけるとこ違うじゃん。ね。やっと全部出てきた。ついに出てた。無理だよ。なんだ、おむつくんのこと嫌いなんじゃん。ねえ、いなくないね。ちょっと待ってよね。あー、いなくなったー。トラジロー？トラジロー？おにゃ、え、なんかうちの方に来てる。おむつくん家から家出してきたね。うちにいるんだけど。どうしよう、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 どうしよう。おむつ終了のお知らせでーす。じゃあテレポートするね。ちょっと待ってね。ちょっとさ、うん、あれ、おむつくん、もしかして、うん、何、おむつくんもしかして延長してる？してないよ。本当に延長なんてするわけないじゃん。まじたまちゃんと一緒にしないで。ほんとマジで無理。なんかやってんな。あんま見ないようにはしてるけどやってんな、なんか。はい、終わりです。お、いっぱい来た。このおむつくんがかってるやつ。そうだよ。見に来たんだけど。え、それキレアみたいなやついいんだけど。え、頭が3分割になってびっくり。こう。待って、いるよね、こういう犬のケルベロスみたいなやつ。ねえ、キレアのこと言わんねん。謝って。ごめんね。ちょっと謝ってもらっていいですか。ごめんね。はい、おむつくん、どう、おうちとりあえず完成はした？まあ、雨風はしのげる。オッケー。あ、大事大事。私もそんな感じかな。必要最低限プラス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 アルファぐらいは作り込みました。いや、マウント取ってこないでもらっていいですか。いや、さすがに、建築初心者のおむつくんには勝てるなって思うんだよね。まあでも、見てみないとわかんないからさ。まあそうね。じゃあまずラブリーハウスから行こうじゃん。では、タマの作ったピンクのお家、ご覧ください。どうぞ。じゃじゃーん。待って、え？どう？なんでヘリコプターいあるの？どういうこと？なんかしかもオーシャンカー止まってるし、うん、ヘリコプターも止まってるし、あ、乗れるんだしかも。なんでだよ。ねえ、あー、そうだ、赤ちゃんね、不勉強、あー、返せ、おい。あー、ごめん、そんなところで乗り逃げした。じゃあ、たまちゃんも乗りたいと思います。あいつマジでよし、やってんね。はい、じゃあ紹介するよ。うん、まず外装上プリチーでしょ。外装すごいプリチー。うん、めっちゃ可愛い。ハートのガラスの窓なんですよ。マジで可愛い。で、さっき時間オーバーした後に必死に置いたこのお庭の。全然相手の顔見えない。デートには向きません。全然見えない。あとイエーイ、イエーイ、イエーイ。さあ、で、今度は内装です。で、ちょっと君たち、で、ね、猫ついてくるのね、この形。でも、威嚇されてる、怒られてる。でも、ぐるぐる言われてる。え、怖い怖い怖い。はい、ということで、私の内装、じゃーん。お邪魔しまーす。どう？めっちゃおしゃれじゃん、なにこれ。え？そう、まず入り口入って、ここがキッチンです。めっちゃいい感じ。冷蔵庫もあって、ちょっとね、休憩しながら。そうそう、違う。人ん家来てさ、早々に冷蔵庫漁るとか非常識すぎるでしょ。ここでね、キッチンがあり、ここが、トイレ。トイレ？あー、うわー！えぇー！そういう趣味だったの、たまちゃん。でもさ、これハートなんだから外から丸見えだけど大丈夫そう？
いや、ギリ見えないの。見てこれ。いや、でもギリ見えない。こっからさ。あ、確かにちょっと見えるか。見える見える。全然見える、外から。しかもさ、最悪なのがさ、キッチンの隣にトイレだからね。最悪、マジ、絶対、たまちゃんのお家でご飯食べないわ。それで、早速座ってるけど、うん、まあ、ここがリビングですね。かわいい。あ、あー机沈めたおーあああああああ寝ちゃうポポいらないいらないことはない寝ちゃおかしい見ておかしいでしょテーブルまで遠いでも上から見るとたまちゃんいい感じだよ意味わかんないんだけど。まあいいや。ここがね、はい、椅子座って、くつろげて、まあ、タンポポがちょっと邪魔なんだけど。うん。でも、そう、見てこれ。窓際の水槽。かわいいでしょ。おしゃれ、おしゃれ。めっちゃおしゃれ。でしょ？うん。で、これが私のね、編集デスク。仕事してるところ。わー、めっちゃいい感じ。あと、これがね、黒と茶色。私のペット。黒と茶色。黒まではいい。黒まではいいけど、茶色。茶色に。茶色チャチャとかにしよう、チャチャ。チャチャ、チャチャ。勝手に人の家の猫の名前、犬の名前変えないで。1回、タマちゃん、汗がすごい。これが1階。うん。そして2階です。はい。あがーいすぎ注意がーいすぎ注意これがね、そう、ベッド。お、似合う、かわいいじゃん。かわいくない？かわいい。かわいすぎる、やば。ビッグのクマのぬいぐるみも置いて、座ったりとかできてね。え、何これ？え？見て、似合うでしょ？見合う？ね、どこに見てみて。ベッド。似合う？あ、豚に真珠だわ。クリエだから殴れないのが。くそ。じゃあやんのか。やんのか。おい、ほっぺちぎってタピオカにするぞ。ほっぺちぎって丸めてタピオカにするぞ。入ってるって。ここの眺めめっちゃ好きなんだよね。あ、本当だ。めっちゃいい。座ると正面にハート。うん、確かに。あ、そう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 、そうなんよ。これ絶景じゃん。これしかも、うん、見てほら、あの絶壁、あの崖。うん、まあ声はいつでも崖っぷちっていうのをたまちゃんちょっと表したかったんだよね。そう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 。このハートからね。すごいなー。本当に。そうそういうことそういうことコンセプト。ここでね、好きな人連れてくるとね、あの恋が叶うっていう。うわー、そうそう、最高じゃん。そういうジングルもあるお家です。ゲストハウスとしても貸し出そうかなと思って。おー、いいじゃん。恋を叶えたい人のためにね。そう。なるほどね。ね、いらない。ね、いらない。もう気持ち、うんちじゃん、ここにあったら。ここにあったら、この花瓶うんちじゃん。うんちからタンポポ生えてるように見える。汚い、もう。じゃあ今度は僕のお家を紹介するよ。うん、え、マジで楽しみ。3、2、1、どうぞ。じゃーん。ほい。え？かわいいでしょ。かわいい。いや、かわいいっていう気持ち 50% 出てきたのと、うん、あの真ん中の多分口であろうやつが漢字の山に見えて、その、あ、山があるっていう気持ち 50% と、かわいいっていう気持ち 50%。いや、待ってね、山にしか見えなくなったじゃん、たまちゃんの船。最悪あと、中断面長い。ねえ。いや、でも、かわいい。かわいい、100でしょ。何の山とか行ったやつ、マジで。え、でも、え、すごい。あのね、正直、想像以上。本当に？え、マジで焦ってる今。うん。これね、リンリンハウスっていうの。リンリンハウス。まあ、猫って言ったらさ、鈴つけるじゃん。うん。だからほら、確かに。トレードマークの鈴があるの。え、かわいいよ。確かに思ったの。口から直接、ベル出てるなって。ねえ。信じらんねえ、ほんとに。しかもうるさいし。なんか鈴じゃなくて、うるさいし。リンリンじゃないよ、これ。ゴンゴンハウスだよ、ゴンハウス。名前変えないで、ほんとに。タマちゃん、ほんと文句しかいない。え、でもさ、え、ちゃんと猫の形になってない？そう。え？なにこの？なにこれ？ん？これなに？
くなると思う？あ、待って、もしかしてさ、これおむつ？え？あ、違う、あ、それ、あ、違うか。あ、おむつ履いてるわけじゃないのか、別にこれ。おむつくんのおむつを履いてるわけじゃないの。あ、そっか、おむつにすればよかったな。ちょっとそんなに怖かったわ、さすがたまちゃん。でもとりあえずこれは、うん。あ、肉球ですね。肉球。あ、そういうこと？足短っ。足、歩けないじゃん、だってこれさここに足がついてたら歩けないじゃん。いや、とりあえず、うんうん、何が言いたいかって可愛いじゃん。いや、そりゃそう、可愛い、めっちゃ可愛い、うん、ちょっと上見てほしい、上。あれ？上から見てほしい。うわ、タンポポ上ら育てられてる。背中でガーデニングしてみた。え、面白いわ、これは。でしょ？じゃあちょっと中入ってみるじゃん。お邪魔するぜ。ようこそ。おおお、ゴンゴーン、ゴンゴーン。めっちゃ鳴るやん。確かに至る所にゴンゴンついて、ここにもある。まあちょっとね、うん、猫がさ、こう高いところにあるのをさ、じゃれるじゃん。うん、まあ、なんかその遊び場にもしたいなと思って。そういうこと。え、ちょっとさ、上見ててほしいね、タマちゃん。上見て、上見て、あそこ。うん、見てる、タンポポ。あ、え、この上らへんちょっと見てて。雨漏りしてない？雨漏りしてるよね。あれさ、うん、なんだと思う？お庭から垂れてる水じゃないの？ガーディングしたらさ、雨漏りしてるやっちゃったね。まあでも、水不足には困らないね。あ、そう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 、猫ちゃんたちが喉乾いた時にいいかなみたいな。あ、上向いたらね、飲めるからね。そうそうそう、上向いたら飲めるからね。自動水やり機的な感じか、ある意味。そう、こうやってこうやって、そう、あーって、あー、まあ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 、あー、そういうこと。なんか喉乾いたな。めっちゃ垂れてくる。すごい垂れる。え、これ何、この大量のタンポポは。え、これは室内の空気をきれいにするための空気清浄用のタンポポ。そう。あ、そういうこと。やっぱ緑って大事。変わったレイアウト面白いんじゃない？で、まぁ、あ、ちょっとここは僕のプライベートを守るための、まぁ、あ、狭いとこが好きだからさ、猫って。え、かわいい。寝室みたいになってんのか。あ、そう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 。じゃあ寝る、今ちょっと寝るところから静かにしてもらっていいですか、ちょっとタマちゃん。うん、そう、お眠りの時間だから。ねぇ、タマちゃん出禁で。そして、そう、そして、まあ、でも、うん、僕のお家はですね、うん、あれ、これ2階行けんじゃないの、これ。2階に行けると思いきや、タンポポ。あ、そういうこと。あ、でもいいじゃん。猫のなんかさ、遊ぶ、なんか登る場所みたいな。そう、穴を壊した。あ、壊した。はい、ということで、こうやって屋上に出ることができまーす。無理やりだな。はい、ということで、お互いのね、おうち紹介が終わりましたけども、うん、どう、おむつくん。いやー、まゆさ、最初の建築にしてもさ、120点だと思うんだよね。じゃ、それは正直否定できない。マジで、想像以上に、ちゃんと作られてて、うん、唯一無二、被らないんじゃない？それはね、誇れる。私はほんととにかくね、テンションが上がる、うん、プリッチーなお部屋にしたかったんで、それはね、叶ったんじゃないかなと思います。めっちゃいい感じ。ということで、ぜひですね、皆さん、どっちのお部屋が良かったかなって、コメントでね、教えてください。教えてください。はい、ということで、今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、そして通知をオンによろしくお願いいたします。SNS は X、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。では、では、明日も一日頑張りましょう。たまでした。そして、おむつくんでした。バイバーイ。バイバーイ。おつたまー。